さてどうする？エルミオンの研究室に行きましょう。招待されていたとはな。されてないわ。エルミオンが不在でもいいのか？そうよ。それで何をしに行くんだ？あるものを探しに行くの。ウロボロスの仮面よ。この先必要になるわ。来て、ゲラルト。ではその仮面を何に使うのか説明してくれ。ええ、もちろん頃合いを見てね。それがいつかはそっちが決めると。そういうこと。足音が。し、衛兵だ。タペストリーに隠れて。スズメはチュン、ムクドリはピーだ。コクマルガラスは？ガラスはカーだ。五色ヒワはツーリ、ツルはケーン、クジャクはギャー、タカはピーヒョロロ、ハトはポッポー。これで全部だ。じゃあナイチンゲールは？そうそう、ナイチンゲールはチチチだ。危なかったな。ええ、これを開けるのは大変だぞ。驚きっぱなしね。あのカラスが見える？いやでも目に入る。エルミオンに使うのよ。彼の研究室が近い証拠だわ。魔法のオーラもはっきりと感じる。こっち、窓の外に足場がある。そこを伝っていくの。こんな美しい光景は初めてだ。リビアのゲラルトも景色に感動するのね。趣味は男をミステリアスに見せるわね。クラクラ来ちゃう。特にドルイドは自然を愛するのが仕事だ。生きてるみたいだ。森にあれば狩人は矢を放つだろう。ケイエモルヘンにもあったな。やめてよ。水を張ったたらい？転送呪文よね。相談に来た人たちが水面にエルミオンの顔が現れたと言ってたわ。ああ大丈夫？切り傷だ。鍵が閉まってる。あいつら生きてるぞ。気をつけろ。敵だ。気配がする。近くに来てる。そこら中にいる。変だな。キノコの匂いがする。違うね。クロシモンです。何が起きた？幻覚を見ていたのよ。エルミオの動物に切りかかってたわ。落ち着かせるのが大変だった。そうか、みっともない姿だったろう。ケイヤモルヘンでの修行の成果がやっと発揮できたわね。ここにある剥製をほとんど全部壊したんだから。やめてくれ。いいわ、剥製の試練の巻は終わりね。扉は開いてるわ。
中に入るわよ、ゲラルト。入り口に鍵をかけるわ。気づかれたらまずいものね。エルミオンの封印があるから。ここが親愛なるドルイドの研究室。君のことを隅々に探すの。本物のタバコを持ち込んでたらしい。ウロボロスの仮面はここにあるはず。この辺りのワイルドハントの伝承か。島の人たちは死者の爪でできた昆虫系生物の驚くべき世界。驚いたな。儀式に用いる植物。まるで大きな。エルミオンの釈状ね。これを使うドルイドは珍しいわ。子供の頭蓋骨。石に刺さった剣、抜いてほしいと言っているようだ。刺さってないわよ。わからない？万力でくっつけてあるだけ。シナノキで掘ったヤギか。エルミオンおじさんへと書かれてる。シリが子供の頃に作ったのね。ふさわしい研究室だな。軽い読み物も好きみたいだな。サシャ・ハーディのノビグラドの死体か。ドワーフの蜂蜜酒か。見ろ、北方諸国の詳細な地図だ。年代別の勢力分布まで載っている。古すぎるわよ。エルミオンは象の手に何かを持たせていたようだ。蜂蜜酒でも一杯どうだ。動かない象でも飲みたい時はあるだろう。はっ。まさかうまくいくとは。エルミオンはこういう手の込んだ冗談が本当に大好きね。きっと仮面はこの中にあるはずよ。これだわ。手に入れた。早く宴会の席に戻らないと。降参した方がいいわよ。罠だわ。閉じ込められた。鉄格子は閉まったままだ。早く何か考えないと。何？あのドルイド、毒を仕掛けてたのね。危険よ、数分しか持たない。瞬間移動を頼む。早く何か考えて。最初に浮かんだのでいいから。もうドレスに穴が開いちゃった。ちょっと待ってよ、作ろうから。自分で縫うのか。いいえ、針に魔法をかけるだけよ。待って。なぜクラフと話さなくちゃ。俺たちに会いたがってるとでも。俺は君に会いたかった。
おいおい、私も会いたかった。いつになったらこのガラクタを燃やすんだ。とっても寂しかった。思い出がたくさんありすぎて。こっちに来いよ。急がないとクラフが待ってる。そう。手紙を話せ。騙されないわ。話したら落っことされるんでしょう。そうはいかないわ。ああ。ずっと会いたかった。私も会いたかった。通夜の席に戻らないと。服を着なきゃ。あっち向いてて。クラフアンクライトがお探しでしたよ。少し出ていたの。外の空気を吸いに。もうすぐ王位継承者候補が決まりますよ。聞くのです。人間や神によって呪われた獣と戦うことほど勇敢な行いはありません。女神様を喜ばせるにはそれが最善なのです。まれに見る美しい言葉だった。皆を代表して礼を言う。そして心に刻む。だが今は前を見るのだ。ウランの旅立ちを見送った今、その後継者を決めねばならん。王は賢く、王は尊敬を集め、王は勇敢でなければならん。我々はこれを兼ね備えた同胞にはことかかない。スケリッチの王の座にふさわしいと思う者は今こそ前に出ろ。我が息子は今日ここにはいられなかった。この斧を見ろ。これが息子の思いだ。最も優れた者が勝者となる。健闘を祈る。あの子は一体どうしたんだ。あなたの娘でしょ。これであの子が船でスピカローグに行くと言っていた理由が分かった。ああ、子供というものは育てば育つほど厄介の種になる。こっちへ来てくれ。もっと重要な話が残ってる。なあゲラルト、大人になるシリを見てどう思った？あの子の乳母も母親も俺は今でもよく覚えてる。子は親に似るものとは言うが。言うことを聞かなかった。何かしろと言っても無駄でな。好きなようにやらせるしかなかった。それがどうした？大した理由はない。
あの子とセリスは年齢も近いし、だが子供の話は後にしよう。先にお前の話だ。シリが厄介ごとに巻き込まれて、お前があの子を探していると聞いた。その通りだ。何か助けが必要なら、金でも船でも何でも言うがいい。できることなら何でもしてやる。それからあの娘は生きている、それは確かだ。リアノンの娘の血が流れたなら、海が起こって真っ白に波立つはずだ。そんな嵐が起こった記憶はない。助けがいる。シリはおそらくここスケリ人にやってきて、海岸沿いに大変動を招いたの。あそこには今かなりの数のドルイドが集まっているんだけど、エルミオンがそこへの立ち入りを禁止している。正確には私の立ち入りよね。ちょっと対立して今は険悪の中なの。ドルイドのことは気にするな。ドルイドは魔術師を信頼しないものだ。だがエルミオンも性根は悪くない。奴はシリを探していることを知らないんだろう。知ってても同じことよ。そう言うと思った。何にせよアードスケリックは俺の島だ。好きなように島を調べることを俺が許可しよう。感謝する。いいさ、かつて誓いを立てたからには守り続けるだけだ。アンバルド、あのドルイドに話があると伝えろ。いつもの場所で話す。もう一つ打ち明けることがある。うちの子供たちのことだ。ヤルマールを覚えているか。あいつはアンドビクの巨人を倒すと誓い、出て行ったまま戻ってこない。そしてセリスの方は冒険に出ると宣言した。ウダルリックは気が触れたのではなく、呪われていると信じているようだ。つまりセリスはその呪いを解きたいのか。呪いはそこまで重要じゃない。セリスは兄に匹敵する実力を証明し、女王にふさわしい功績を立てようとしている。彼女ならやってのけるだろう。俺に頼むつもりだったのはなぜだ。肝心なのはウダルリックが鼻くそほども信用できないということだ。セリスは俺の言うことも兄の言うことも聞かない。あの子の前に本職の者が立ちはだかって、間違った考えを正し正気に戻してやる必要がある。だから頼む、あの子に言って聞かせて連れ戻してほしいんだ。巨人か。絶滅して久しいはずだが、その巨人を見た者はいるのか。ああ、何十人もの避難者が証言している。巨人が島の住人を追い出してしまったんだ。トルダーロク一族の生き残りたちをこのアードスケリックが受け入れたわけだ。噂を聞いたわ。巨人が現れる少し前、不自然な寒波がアンドビクを襲ったって。それは本当だ。ヤルマールはその巨人を倒し、島を取り戻すと決心した。それが王にふさわしい行いだと信じてな。息子はニューポートで頼れる仲間を集めた。アンドビクへ渡り、アースカーの村へ徒歩で向かったが、あの人数ならもう巨人を倒せているはずなんだ。だから安否を確認してほしい。ニューポートで話を聞いてみるといいわ。ヤルマールの計画を聞いている人がいるはずよ。不思議で仕方ないんだが、自分が王になる気はないのか。多くの族長が支持するはずだ。多くの反対する奴は過激で必死だ。マットマン・ルゴスはニルフガード人を王にすると言い出しかねん。それに男は引き庭を心得るものさ。家事は若い奴に渡すもんだ。ヤルマールかセリスに助けが必要なら俺に任せろ。ありがとう。お互いに感謝したところで仕事を始めましょう。シリがアードスケリッグにいるか確かめないと。旅に向いた服に着替えてくるわね。南へ向かうのよ。入り江近くにある森が丸ごと一つ破壊されたの。あらゆる意味で有意義な宴席だったアクラフ。また会いましょう。